さっき、パーキングで休憩したんで、到着時間が、まあ、3時半前ですね。新幹線口方面です。右折レーンがあります。矢ヶ新町2丁目右方向です。三菱のところは右ですね。まもなく矢ヶ新町2丁目右方向です。右です。およそ700m 先、左方向、国道2号、神谷町方面です。左折レーンがあります。680m 先ですね。もしナビがなかったらもう完全に迷ってますね、これは。
およそ300メートル先、東蟹谷町、左方向です。完全に渋滞動画ですね、これは。まもなく左方向です。エネオスが目印です。エネオス。この信号を左です。およそ2km 先、左方向です。まあ、燃料の方はちょっとあまりないんですが、帰りに燃料補給して帰ろうかなとは思っています。まあ、ほとんど、無言で走ってますけどね。300メートル先、右折専用レーンがあります。ご注意ください。およそ300メートル先、右折専用レーンがあります。ご注意ください。ですから、まあ、そうか。
ナビの通りには行ってるんですが、やっぱりちょっと戸惑ってますね。自分の中で。300メートルで左方向です。左です。セブンイレブンが目印です。その先50メートルで右方向です。この信号を左です。右です。目的地に近づきました。案内を終了します。
ここまでの所要時間は1時間33分です。運転お疲れ様でした。アイドリング時間の少ない運転でした。今回はエコ運転でした。はい、お疲れ様です。頭回してください。お預かりしますので。